第1試合、津商業と津田学園の対戦は、初回、津田学園の4番岡田がレフトスタンドにツーランホームランを放ち、2点を先制。津商業もその裏ノーアウト満塁のチャンスを作ると、4番日尾、5番水谷の連続タイムリーですぐさま逆転に成功します。その後は両チームランナーを出すものの決定打を欠き、試合はそのまま3対2で津商業が勝利し、決勝戦に進出しました。第2試合はいなべ総合が海星を6対3で下しました。決勝3位決定戦は5月1日の月曜日に地球場公園内野球場で行われる予定です。また三重テレビでは決勝3位決定戦の模様を三重テレビアプリと公式ホームページで生配信でお伝えします。